野崎チャンネル。ジョン。さあ、ということで、2月1日、プロ野球、2024年、春季キャンプ、スタートでございます。球春到来でございます。ということで、里崎も解説者としてのオフが終わり、2月1日、まあね、1月31日から宮崎に入りまして、2月1日から、今日から、ね、解説、評論活動がスタートです。もちろん、このキャンプね、2週間連続で、日刊スポーツ、ね、評論家として活動していく、このキャンプレポート、ね、日刊スポーツのウェブの方ではですね、里崎総評論ね、速報という形でどんどんウェブでネット記事上がっていきますから、ぜひね、そちら読んでください。そしてもちろん日刊スポーツの、紙面上でもね、この里崎評論掲載されますから、ぜひね、読んでみてください。里崎がどこよりも詳しく、どの社よりも詳しく、キャンプリポートお伝えします。ね、褒めることもあれば、ね、批評ね、することもありますけども、好き嫌いで解説しているわけではありません。里崎が自分の足で、そして自分の目で見た感想、そして評価っていうところをね、しっかり解説していきたいと思いますのでですね、悪く言われたから嫌いだからだとかね、好きじゃないからとか、そんな好き嫌いで仕事はしてません。多分そうやって言う人はね、好き嫌いで仕事とかしてんだろうね。うん。まあ、里崎してません。ということでね、スタートしていきましょう。今日はね、2月1日、練習ね、開始が10時でしたけど、9時半ぐらいから、宮崎サンマリン球場に入ってですね、まあ、アップ前の集合からね、ジャイアンツのキャンプを、しっかり見てきましたけども、ね、キャンプに行くとね、こういう、ね、その日のね、スケジュールなんかももらえたりね、あとはね、このね、選手メーカー、ね、こういうのもらって、ね、あの、背番号何番だったっけっていうところをね、調べなくてもいいっていうね、ところもありましたけども、まあ、今回ね、ジャイアンツ、原監督から、ね、安倍新監督に変わってですね、まあ、新たなスタートっていうところで、まあ、どういうところがね、変わって、どういう風になるのかなっていうところで、まあ、新しくね、こう、若い世代が監督になっていくにつれてですね、そういう、今までね、固定概念のようにあったキャンプの仕切りだったりとか、メニューだったりとか、そういったところが新監督になって、まあ、どこまで変わるかっていうところをね、楽しみに、初日からね、ジャイアンツ見に行きましたけども、まあ、ウォーミングアップ含めての感想はですね、まず最初、この花ドームっていうね、ちょっと天気悪かったんで、ドーム球場の中で行われたっていうところで、結構ね、声が反響するっていうこともあるんだけども、結構活気もあって、声も出てて、まあ、ちょっと大人、ね、ジャイアンツのキャンプっていうと、ちょっと若干いつも大人しいなっていう印象を持つことも多いんだけども、まあやっぱりね、この新しく監督が変わって、まあコーチも若い世代が入ってきて、ね、やっぱりね、初日から頑張っていこうっていうところでは、昨年よりは活気もあるような感じもしたし、勢いもあって、声も出てるっていう感じではね、結構アップのスタートから、高評価、だったかなと、思います。まあその中でね、やっぱ監督が変わったっていうところで、やっぱね、これ何度も言ってますけども、監督が変わって一番変わるのはね、その強くなる弱くなるっていう前に使われる選手が変わるっていうところでは、まあジャイアンツはね、やっぱ30代前後のこのね、レギュラークラスっていうところはなかなか出ないところがね、このジャイアンツの苦しいところでもあるけども、逆にね、20代前半っていうのは選手がね、めちゃくちゃたくさんいてね、誰が出てくるのか競争の中でごった返してるっていうところはあるけども、先ほども言ったように監督が変われば使われる選手が変わる。その中ではね、この若手の選手たちの猛アピール、ここがね、キャンプ、まずオープン戦と勝負になってくる初日っていうところではね、その若い選手たちもしっかり、声も出てたし、キビキビ動いてたっていうところではね、いい形のジャイアンツとしてはスタートになったんじゃないのかなっていうところはね、アップをしてね、感じたところではあります。まあその中でね、まあこの花のドーム広い中で、里崎が陣取って見てたのがね、ちょうどブルペンの横っていうところで、今日ピッチングした全選手のね、ピッチングを見ましたけども、まあ井の一番でね、アップが終わって、キャッチボールが終わって、ブルペンに、誰もいないブルペンに入ってきたところがね、まあエースね、菅野っていうところがね、一番最初に入ってきましたけども、まあ聞いた話によるとね、初日のブルペン入りが4年ぶりっていうところで、まあなかなかね、近年、本人もね、納得できるような数字が出てない。しかも監督が変わって2年連続 B クラスになった巨人、逆襲していかなきゃいけないっていうところで、ね、現状エースは戸郷だけどもね、やっぱり巨人の顔って言えばね、やっぱ菅野になってくる、その菅野がね、キャッチボールも率先して早めに切り上げて、しっかりやって、ブルペンにね、一番最初に入ってきて、4年ぶりの、ブルペンに入って、30球台、40球前後ぐらいだったかな、弱ぐらい、投げたと思うんだけども、本当にね、初日とは思えないぐらいね、しっかり仕上げてきてるなっていうところもあったし、まあ本人としてはね、多分5、60% のね、出来ぐらいかなっていうところはあるけども、まあ見るからにね、ストレートのキレも良かった、変化球のキレも良かった、ね。で、ほぼブルペンキャッチャーの方がね、構えてるところに制球もよく投げれたっていうところは、まあ時折ね、首かしげる時もあったけども、初日の出来としてはね、いや、形しっかり仕上げてきたなっていうね、ところもあるし、やっぱ今年はやるぞっていうところがね、その初日の態度として、いい形で結果ね、出てるんじゃないのかなと。
で、あとはね、まあ見た目でもボールのキレね、勢い良かったなと思うんだけども、まあそのブルペンキャッチャーの方がね、結構キャッチングが流れてたりとか、ミットに入ったボールがね、暴れてたりして、うまくキャッチングできてないな。まあ、ブルペンキャッチャーの方もね、初日っていうところで目が慣れてないからね、うん、ちょっとどうなのかなって思ってたけども、そのね、菅野の次の、ピッチャー、受けてる時はしっかりキャッチングが、いい形でできてたんで、まあそう考えると、ね、まあ初日っていうところもあるし、まあ緊張感ね、報道陣も、菅野に、一点集中するっていうところの緊張感もある、キャンプの初日目が慣れてないっていう、まあそういったところを差し入れても、菅野以降のピッチャーの時はしっかりキャッチングできてたっていうところを考えると、あ、結構菅野がね、出来が良く、まあ見た目でもね、キレとか変化球のキレとかも良かったように見えたけども、ブルペンキャッチャーのそのキャッチングの違いっていうところを見ても、菅野のキレっていうのは、俺が見た感じと変わらないね。ブルペンキャッチャーのその所作でね、いい感じで仕上げてきたのかなっていうところでは、非常にね、キャンプの入り良かったなと。で、まあ今年ね、ジャイアンツが頑張らなきゃいけない選手、ね、特にね、ピッチャー陣、特にリリーフっていうところは、改善しなきゃいけないところで、まあね、もともと頑張らなきゃいけない、まあ、菅野、そしてね、戸郷。で、まあ昨年受賞で今年も頑張らなきゃいけない山崎より、そして大勢っていうね、この、全ての選手が初日からブルペン入ったっていうところは、非常にね、いい傾向でもあるし、しっかり自主トレも含めてね、オフ仕上げてきたんだなと。で、その中ではね、いろいろ取材進めにあたって、まあ、コーチのね、杉内ね、投手コーチがね、初日からね、全員しっかり仕上げてきて、ブルペンに入るようにやっていこうっていうところで、号令かけたっていうね、話も聞いたので、その号令がね、しっかり、身を結んでね、選手たちもそれを体現してるっていうところでは、非常にね、コーチも新しくなって、監督も変わって、組織のね、形状が変わって、しっかりコーチとしての役割も果たしながら、ところでね、この核である菅野がね、率先して、ブルペンに入って、で、それをね、準ずる選手たちもね、ブルペンに入ったっていうところが良かったし、まあ、新加入の選手ね、ケラ、そして、泉ね、ソフトバンクから。で、あと、高橋で。で、馬場。で、それと新加入の西舘。この新しくね、このジャイアンツに加入した選手も全員ブルペンに入ったっていうね、ところでも非常にね、アピールしなきゃいけないっていうところでいい傾向だったと思うし、非常にブルペンはね、活気づいて、いい形のね、初日のブルペンになったんじゃないのかなと。でね、新人の、西舘投手もね、見ましたけど、まあ、全部がね、クイック気味で、まあ、クイックがしっかりできるっていうところではね、このクイックできなくて苦労するっていうところがね、プロ野球結構あるところで、全投球ほぼクイック気味で投げてたけども、クイックができるっていうところではいいかなと。ね、そこの良し悪しっていうのはね、別にどんな投げ方してもね、バッターのタイミングを外していくっていうところがいい、ね、しなきゃいけないところなんで、まあ、そのクイックかどうかっていうところは多少問題じゃないっていうね、逆にむしろできるっていうところでありし、まあ、仕上がりはね、やっぱりルーキーっていうところもあるし、まあ、まだね、2、30% ぐらいなのかなっていうね、ところは感じましたね。ここからどこまで仕上げていくんだろうっていうところはね、非常にこのキャンプ通して興味があるところなんで、ファンの皆さんもね、シード打撃など入ってくると思うんでね、ぜひお楽しみにしてもらいたいと思いますね。で、まあいろんなピッチャーね、こう今日投げた、あとは赤星も投げてたし、田中も投げてた、船場様も投げてたかな、又木、も投げてたし、馬場ね、先ほど言いましたけど、菊池も投げてたかな、結構ね、投げてる選手が多かったですけども、まあ外国人はね、ケラーだけっていうところ、でしたけども、まあ全投手のピッチングのブルペン見た中でもね、菅野はやっぱり結構良かったんで、仕上がりも早く仕上げてきたなっていうね、他のピッチャーよりも良かったな、若手何やってんやっていうね、ところもあるけどもね、この菅野の調整状態の良さ、速さっていうのは非常に印象深かったし、あと山崎よりもね、結構いい球で仕上げて投げてたなと。だから今日のブルペン見た中では勢いよくしっかり投げてて、指もかかってて、初速と終速の感じ、切れ具合、バランス、トータルでは菅野と山崎よりが一番いいようにね、見えたなっていうところもあるんでね、非常に、まあ、今年ね、頑張らなきゃいけない選手たちがいい形で仕上げたっていうところではブルペンね、見応えあったかなと。で、その中でね、まあ、佐々木はブルペン警察っていうね、ところの似合ってるんでね、キャッチャーがね、どういう風なブルペンをしてくるのかっていうところで言うと、まあ、この花のドームね、キャッチャーの立つ位置がね、人工芝っていうところで、各ね、いろんなところのキャンプ行って、キャッチャーのね、ポジションが人工芝のところで、よく運動靴、アップシューズね、履いてくるキャッチャーがいたりするんだけども、俺はそれ一番気に入らないんだけども、今回ね、大城、そして、岸田、山瀬、ブルペン入ってきましたけど、全員しっかりで、ね、スパイクも入ってきたっていうところは、非常に好印象だし、特にね、岸田が、まあ目の前で岸田が受けてたっていうのもあるけども、佐々木はね、ブルペンで膝ずっとつけて取るやつあんまり好きじゃないんだよ。で、それなぜかっていうと、まあ、ブルペンはね、この特にキャンプは下半身を鍛えるっていうね、下半身を鳴らしていくっていうところでも非常に重要な役割をね、つける中、
まあ、100球、200球、300球ね、膝つけなくて、しっかりね、両膝を上げて取ってた、それだけでもね、下半身強化になったりとか、その重心の位置っていうのをね、しっかり定められたりとか、ね、トレーニングの一環としてもなるから、あんまり膝つけて、ずっと取るのはあんまり好きじゃないんだけども、岸田はね、ほぼ9割5分ぐらいね、膝つけることなく、しっかり補給してね。で、まあ、山崎よりのね、フォークが1球だけ来ちゃうんだろうね。だから多分ね、全体的には100球前後ぐらい、いろんな選手も含めて、岸田を受けたと思うんだけども、その1回しかなかったね、そのフォークボールをしっかりブロッキングして止めたっていうね、このキャンプの初日のね、ワンパンっていうところを考えると、キャンプの初日だから今年初めてのワンパンなんだよね。だから今年初めてのワンパンだったりとか、今年初めての盗塁のセカンドスローだったりとか、それはキャンプオープン戦もそうだし、シーズン始まっても、このね、無理の1球目っていうのはね、めちゃくちゃ俺は大事にしてほしいわけ。それに対する準備をめちゃくちゃしてほしいわけ。それを、その無理の1球のね、準備をしっかりできて、山崎よりが投げたフォークをきっちりブロッキングしたっていうところでは、非常にね、いい準備もしてきただろうし、ね、見てても気持ちいいものだったしね、そういったしっかりね、ブルペンから初日からキャッチングもブロッキングもしっかりできてるっていうところではね、今年のね、岸田にすごいね、期待値も上がるような初日だったし、まあ、あとは打つだけだからね、どこまで打てるとかっていうところはね、勝負どころ。逆に言うとね、山瀬はね、95% ぐらい膝つけて、まあ、右膝、左膝ね、つけながら取ってたなっていうところもあるけども、俺は個人的には膝ついて取るの好きじゃないんだけども、まあ、最近メジャーでもね、まあ、メジャーのアメリカの選手は股関節とか足首が硬いから、その低めを構えれないっていうところで、膝をついてね、低めを構えるっていうね、利点もあるから、で、その中でね、ブロッキングとかもするっていうところもあるんでね、解説者としても、まあ、今の時代にあったように、そういうね、固定概念を自分から捨てながらね、新しい技術っていうのを見ながら身につけていかなきゃいけないんで、まあ、一概にね、もうずっと膝つけてるのも、まあ、批判もできないし、まあ、ここから山瀬がね、この実践を含めて、そうやって膝つけてやるスタイルの中で、どうなっていくのかっていうのはね、しっかり見ていって、まあ、こちらサイドも勉強したいなっていうところもあるけども、まあ、その中で言うとね、まあ、さっきの岸田じゃないけども、その中でね、一球、初めてのワンパン来たんだよね、スライダーが。それを膝ついたまま、キャッチングする中で、ブロッキングした時に、止めたんだけど、大きく前に弾いたんだよね。この無理の一球の一球目っていうところをね。まあ、そこがやっぱりね、どうなのかなっていうところもあるしね。まあ、それが彼のスタイルだから、まあ、俺はそれはそれでね、そこから技術の向上に向けては、俺が思ってることが全部正しいわけじゃないんで、まあ、こちらのね、見方としても、そういうね、固定概念を捨てて、新しい技術を見ることによって習得していかなきゃいけないんで、まあ、その膝ついてるもね、まあ、別に、俺は好きじゃないけど、まあ、よしとする中で言うと、それでもその無理の一球はしっかりブロッキングね、してほしかったなって、それが止めれないと、ほら、やっぱ膝ついてるからじゃないのって思われるからね。やっぱそういうところは、僕無理の一球はしっかりしてもらいたいっていうね。ところは、山瀬と岸田の違いっていうところは、個人的なね、まあ、好みっていうところもあるけどもね、感じたところだったかなっていうね、ところはあります。そういったところでね、ブルペンも、非常に活気づいてよかったしね、まあ、ジャイアンツは今年ブルペンからね、変えていかなきゃいけないっていうところではね、投手陣からね、やっぱ良くしていかなきゃいけないっていうところでは、このね、初日、ブルペンがね、非常に活気づいてて、いい形の、キャンプになったと思って、まあ、投手陣ね、今年本当に、ジャイアンツね、これからどうなっていくか、期待したいなっていうところでもあるし、で、まあね、ディフェンス面、守備っていうところも、まあ、俺あんまり好きじゃないのはね、今の、選手たちっていうのは自主トレでめちゃくちゃ練習してきてるわけ。その中で、なんかキャンプ初日が逆にその、量を落とすみたいなのはあんま好きじゃないんだけども、だから、いきなり内野守備各ポジションに分かれて、1時間ぐらいキャンプに入るためのアップする内野のゴロ法、外野の捕球法、1時間ぐらい回りますよ、みたいなの、あるじゃん、よく慣例としてね。だからそういうの、安倍監督に変わって、新しいのに変わって、どうなのかなって見てたけども、まあ、そのね、内野の守備っていうところあったけども、まあ、20分ぐらいでね、早々に切り上げて、その後シートノックになってっていうところでは、実戦の中でね、動く、そういうもうね、しっかり、回していくっていうところでは、ね、なんか無駄に、キャンプに入るためのアップじゃなくてね、もう実戦に向けての練習っていうところを初日から見えたっていうところはね、非常にこの野手の練習メニューっていうところも効率的に良かったしね、そういうなんか、キャンプのためのアップの処理地みたいなのがね、見えなかったところはね、非常に好印象になってきたと思うんで、まあ明日以降もね、いろんなことが進んでいくと思いますけどね、この阿部新監督のジャイアンツね、非常に楽しみだなって。お正月はね、佐々木がジャイアンツ優勝争してますからね、
別に優勝予想したからってね、忖度とか損失じゃないからね。まあでもここからね、開幕前に向けて順位予想も変わる可能性があるからね、今日ここから、全チームのね、キャンプを視察しながらね、いろんなところを出せる情報をね、こうやって YouTube でも出していきたいし、日刊スポーツもね、こと細かに文章になって出てますので、ね、ぜひそちらも読んでみてください。まあということでね、ジャイアンツのね、初日を見た佐々木のね、キャンプの感想でしたけども、まあいい感じのねスタートを切って、まあ去年と違うような色も見えたしね、投手陣っていうところも、ね、4年ぶりの菅野の初日ブルペンっていうところもね、非常にジャイアンツとしてはこう印象、もしくはいいところのねキャンプ初日になったんじゃないでしょうか。ということが佐々木のね、まずキャンプ初日ジャイアンツを見た、感想評論でございます。日刊スポーツとともに YouTube もね楽しんでみてください。それでは明日、まだ決まってないけどもどっかの球場行きます。また明日。